どうも、なおちんです。大の大冒険をやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は記憶の神殿に一人で挑戦してみようと思います。では行ってみましょう。ではいつもだったらば、10回ぐらいまでスキップしていくんですけども、多分ソロだったらね、バフの積み重ねだと思うんですよね。なので、まあ1回からコツコツ上げていきましょうか。21回到着です。全部の回を通ってきたら2時間半かかりましたね。で、まだバーンが出てないっていうのが怖い。まあ出ないこともあるんですけどね。出るなよ、今回に限っては。集めるときには出てほしいんだけど、ソロでやるときには出ないでほしい。 OKOKOK。基本ゴリ押しで急いでいきましょう。はいはいはい、よし、 OKOKOK。 これなんかジャスト回避とかがちょっと微妙な感じよね。うん、 OKOKOK。 なんかやった瞬間にはジャストが発動せずに、後になんかね、無敵時間がついてきますよね。なんで、ちょっと、他のゲームとは違う感じ。まだ来るか。あー、はいはい。こいつね。あー、ミスるな。でもこいつは、まあ、弱い方なんで。よかった、よかった。いや、でもこの後まだいるような、ザムザ出てきた？この後なんかいるような気もする。で、できるなら必殺とかはある程度取っておきたいな。ある程度取っておいた方が安全のような気がする。さすがに勝てアイテム使っていくか。いや、アイテム食って攻撃すると100とか回復するよ。 OKOK。 もううざいこいつ。よし、火炎大地だ。一人でね、ソロで行くと基本的にあれだね、ブレイクできないね。うん、ブレイクはね、ちょっとね、一人じゃ無理だ。みんなでやっぱ叩くからあれできてたんだろうな。もうちょい。で、多分まだ出てくる。まだ来たか。2連続。いや、倒した。あと4箇所。あ、魔法は別にいらない。あ、ナイス、ラッキー。これが2回ぐらい続いてくれればめちゃくちゃ嬉しいけど。あ、鍵なし。あ、でも雑魚戦だから大丈夫ですね。爆弾、よし。もう爆弾岩しかいないところがあるんだけども、そこの方がいいね、最後は。うん、パーティープレイで来るとあれもほんと絶望するんだけど、どうしてもやっぱみんな食らっちゃうのよね。でもソロだったらば、まあ食らわないんで、爆弾岩だけの部屋の方が嬉しい。うん、まあ食らえばやられるからね。17回以上ぐらいの爆弾岩になると。OK。 いや、もう雑魚ですらさ、もうひるまないっていうのがね、やだよね。よし、次。え、あと2回ぐらいじゃない？4.5% だね。あと2回、2箇所出るなよ、バーン。よし、フレーザード。
しかも1体だけ。これはラッキー。うん、これは結構ラッキーだぞ。オッケー。あぶねえ。先生の技を。5万、6万ぐらいいく？7万。最高。いやでもこう、待て待て、溜め切らんぞ、次までに。ちょっと失敗した。これかなり失敗してる。やべえな。まあまあまあ、せめてバーストだけでも取っておこう。フレイズラーの後にもう一体出てきてくれれば嬉しいんだけど、これ出ないな、おそらく。しゃあ、いや、よかった、出る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 。じゃあそいつを、やば、頭にしてやろう。通常で倒して必殺技ゲージを貯めよう。危ない危ない危ない。これやってる時ね、ポップがいればめちゃくちゃいいんですけどね、残念ながらポップがいない。もうメラメラメラでね、むちゃくちゃダメージ与えれるんですけど、まあ、ミストバーンはねそんな強くないんで余裕だ。おっしゃあ、ゲージもたまりそう。全然たまる。これチャレンジモードをやってると敵のね必殺技って結構ぬるいっすよね。それと3倍ぐらいの速さで来るからね、チャレンジ。足元にも及ばない。よし、大丈夫大丈夫。もうレベルも防御力とかも上がってるんで、ある程度ゴリ押ししても全然いけますね。 OK、 必殺技たまった、たまってくれれば OK よ。はい、ひるんで、ひるまない。暗黒の力に限界はない。ひるまないのよもう。地獄でのたうつない。なんか珍しいですよね、このね、全くひるまないっていうゲームを。マジか、ちょっと戦いにくいな。これ大破産で切れんよね。やば。遅い遅い遅い。いや、これはもうバンク。いや、いけるいける。ギガデインとかまあまあまあ、ソロだったら当たる要素はないでしょう。ギガデイン、ソロだったらまあまあ当たんないわ。シス、そんなに耐久力はないね。大丈夫だ。あー、ちょっと早い。さすがに火力高いな。火力が意外と高い。ちょっと待って、今のは普通の。あっね、うっそ。ちょっと待って、ちょっと待って、食らうがいい。約束食いまくれ。チャンスチャンス、まず当たらん。いけ。おお、まあ食らわんよ。食らわんよ。パーティープレイだったらこれね危ないんだよな。パーティーだったらねこれね、もろみんな食らっちゃうからね、危ねえんだ。舐めるな、灰になれ。ちょっと解散だ解散。
無理無理無理、開発案じゃ切れ。うまい、そりゃそうか。これはちょっと無理みたいだな。となるとカラミティウォールも無理だな、おそらくね。危ねえ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 、開発案で切れるのは、まあ、ある程度限界があるな。まあもちろんそうか。危ない危ない、ギガブレイク。嘘、ちょっと待って、当たってるじゃん。待って待って待って、司令、オッケー、大破だ。はい、真っ二つにしてくれ。司令、終わりだ。よし、ラスト。ちょっと動画が長くなってすみませんね。ラストいきます。 45%、 45%じゃ 8% か。最後何が来る、バーンやめろよ。あ違う、2体だ、ラーハルトとバランで、プラスでもう1回ぐらい出てくるんじゃない。マジでお前、ちょっと待って。舐めるな。舐めるなじゃないよ。いけ。負けるもんか。くらえ。めっちゃ効く。ちょっと待って。危ない。やめろ。消し飛べ。通常攻撃で本当はね回復していきたいんだけど。ちょっと待って、ターゲティングしてないから。見えにくい。オッケー。でもこれ2体で来るとこがちょっときついかな。ハーケンリスト。あっねえ。よし。ラーハルと鬱陶しい。オッケー。ちょっと回復させて。もう一球食らってるし。いやでも全然回復する、全然余裕で回復量えぐい。よし、こんなはず。真っ二つにしてくれる。いけるいける。問題はこの後誰が出てくるか。何が来る。こいつ必殺技打ってこないからいいよね。もうタイミングが惜しい。ああと回復。よし、次何が来る。この私、いや、あ、終わった終わった終わりました。あ、うん、一人で行けましたね。はい、いやー、まあでもね、時間はかかるんですけど、1回から順番にスキップせずに来れば全然来れます。うん、ただしバーンが来たらちょっと結果は変わってたかもしれないですね。でも、うん、この必殺の称号を使ってアバンストラッシュ打てば、うん、8万ぐらいダメージ与えれるんで、まあまあいけたかもしれないですね。はい、ということで今日は完全制覇、一人でしてみました。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。